アンフィス・バエナをあしらった紋章。アンフィス・バエナは、ローマなどの博物史関連の書物などに登場する伝説の生物。体の両端に頭のついている相当の蛇だとされているが、後世には、尾の先にもう一つの頭のついている相当のドラゴンとして表現されるようになった。名称はギリシア語で、両方を意味するアンフィスと、行くを意味するバイネーンに由来し、 両方向に進めるという意味を持つ。ギリシャの詩人ニカンドロスはこの名前を体の頭と尻尾に双方の顔を持つアンフィスバイナを体現した名前と表している。相当の蛇として描かれたアンフィスバイナ。相当のドラゴンとして描かれたアンフィスバイナ。プリニュースは著書、博物誌においてアンフィスバイナが相当を持つ理由として毒を吐き出すのに、 一つの口では足りないようだと言及している。古代ローマの詩人、マルクス・ワンナエウス・ルカノスの内乱にもアンフィスバイナは登場する。そこでは、リビアを移動中のカトウの軍を襲った多数の蛇のうちの一匹として名前が挙げられている。ルカノスの説明によれば、ギリシア神話のペルセウスが切り落としたメデューサの首を片手にリビア砂漠を越えた時、 彼女の生首からこぼれ落ちた血液からアンフィスバエナが生まれたのだという。またその住処は北アフリカの砂漠であるという。セビーリアのイシドルスの説明によればアンフィスバエナは他のヘビに比べて極めて寒さに強く、それは温血動物であるためだという。アンフィスバエナはアリの母とも呼称され、神話の世界では 頭と尻尾にある両方の口でアリを食べる蛇として描かれる。古い時代ではアンフィスバイナはしばしば毒々しい相当の蛇として描かれたが、中世以降になると、鱗に覆われた足や皮彫りのような翼がついた相当のドラゴンのような姿で描かれることが増えた。動物群和衆の挿絵には前方の頭が後方の頭に噛みついて、 タイヤのように転がって移動する様子を描いたものも、あるが、多くの場合、2本の足、背中の翼を持つ姿で表現される。アンフィス・バエナは、ワイ・バーンや、リントブルムと同じく、ヨーロッパの紋章に描かれていることも多く、尾の先にもう一つの頭がついたドラゴンとして表現、されている。アンフィス・バエナは死にもその名前を多数見せる。ニカンドロス、ジョン・ミルトン。 アレキサンダー・ポープ、パーシー・ビッシュ・シェリー、アルフレッド・テニスン、アルフレッド・エドワード・ハウスマンなど、多くの詩人が、自ら作った詩の中でアンフィス・バイナに研究している。後に、ミミズ・トカゲ・アモクの学名アンフィス・ビニアは、アンフィス・バイナの名前にちなんで決められた。当時の分類でのミミズ・トカゲ族は新大陸でしか、見つかっておらず、学名を付けた、リンネの自然の体系にも、 生息地はアメリカとしか書かれていないが、リンネやラセペードもアルベルトゥスセバの説に従って、すなわち古代ギリシア人と古代ローマ人がアンフィスバエナを描写した通りに、ミミズトカゲはレムノス島とリビアにも生息しているはずだと考えていた。書籍によっては、博物史ではアンフィスバエナの生息地をエチオピアとしていると説明するものがある。ありがとうございます。